皆さん、こんにちは。滝沢ギター .com の代表的な滝沢でございます。どうも滝沢でございます。とにかく滝沢でございます。すごいも元気な滝沢でございます。皆さん、元気ですか？どうですか？私はとっても元気でございます。滝沢でございます。イエス！滝沢！おーやー！ああ、もう本当にもう、いろいろなことが、イベントとかライブがたくさん決まっております。で、それぞれなんかこうね、別々の動画でね、こうちょこちょことお知らせをさせていただこうかと思ったんですけれども、ちょこちょこのね、更新するのもめんどくせえなと思ったので、この動画の中でババッと今決まっているイベント、ライブなどをお知らせさせていただきます。よかったらチェックしてくださいませということでございます。1月10日からスタートでございます。1月10日、名古屋、11日、大阪、12日は香川県の高松、13日は福岡県の博多、14日に関しては沖縄県の那覇、そして19日は新宿で路上ライブ、23日は相模原で歌いストカフェ、2月に入ると11日は町田で路上ライブ、23日に関しては橋本で新年会、24日に関しては相模原で、これなんだっけ、最後のオープンマイクだ。そんなのがあったりとかするわけでございます。よかったらチェックしてみてくださいませ。順番に行きましょう。まず、10日からこの5日間は、歌いストで巡業でございます。いつも のスタジオライブツアーですね。本当毎回恒例になるんですけれども、スタジオライブツアーをやらせていただきますので、ぜひ遊びに来ていただければという感じでございます。夕方の6時とか7時とかで始まりますので、まあ、お仕事終わり、学校終わりに間に合うかと思いますので、よかったら遊びに来ていただければと。友達とか、ご家族とか、兄弟とか、お知り合いとか、同僚とか、ぜひね、お誘い合わせの上、遊びに来ていただけるとすごく嬉しいなという感じでございます。事前申し込み必要なしです。別に行きますとかって言ってくださらなくても大丈夫です。当日ふらーっと来ていただいて全然 OK です。そして、参加費も、特に必要ございません。なんかこうね、行ったからなんかお金かかるのっていうわけではなくて、本当にもうね、その時間に来ていただければ全然大関係っていう、そういうすごい緩い感じのスタジオライブになっているので、よかったら検討していただければっていう感じです。で、まあ、演奏終わった後にね、気持ちというか、投げ銭形式でね、皆さんにご協力いただければという感じでやっておりますので、本当にお気軽に遊びに来ていただければという感じです。ああ、まあ、いつも動画見てるから、まあ、ちょっとくらい協力してやるか、みたいな感じでね、寄付とかしていただけると、すごく僕らも活動資金として、とても助かるので、よければね、グッズとかの物販とかも見ていただけると、すごく幸いでございますという感じですかね。名古屋、大阪、香川、そして福岡、那覇。こんな感じのスケジュールで今回は回ろうと思っておりますので、ぜひ、それぞれの各地の地域で、どんな出会いができるのかとても楽しみにしておりんですが、もし皆さんよかったら遊びに来ていただければと、水曜日とかね、もう土平日で大変に申し訳ないんですけども、木曜日とかね、ちょっとぜひ都合をつけて遊びに来てくださいということでございます。よろしくお願いいたします。で、その次、1月の19日に関しては新宿。これはまた時間とか場所とかはまだ確定ではないんですけれども、歌い室で路上ライブをやろうという話をしております。都内であることは確実なんですけれども、ちょっとね、新宿から場所がずれるかもわからないんですが、まあ、その辺で路上ライブをやる予定ですので、よかったら遊びに来てくださいませ。で、23日火曜日。これはちょっと一押しイベントです。一押しイベントです。JR 相模原駅という駅があるんですけれども、そこから、歩いて3分、4分くらいかな。のところにリコっていうカフェがあるんですよ。カフェがあるんです。カフェが。そこのカフェで、僕らはいつも撮影したりとか生放送したりとかしてるんですけども、その生放送を一般公開の状態で生放送します。なんで、なんだろう、みんなでこう作る生放送みたいな感じで、こうね、いろいろこうちゃちゃとか入れていただいたりとかして、こうわーっと楽しんでいただければなと思ってるんですけども、すごくおすすめのイベントです。何がおすすめかっていうと、この生放送終わった後、7時から8時までの1時間枠なんですけども、8時から初めての企画、歌いストカフェなんてのをやろうかなと思っております。生放送後は歌いストカフェでございます。何が起こるかというと、みそさんがね、お酒を作ったりとか、僕がご飯を作ったりとかして、生放送でね、みんなとこうバイバイした後は、なんかご飯とかね、お酒とかを楽しみながら、みんなでこうね、わーっとね、盛り上げようかなと思って、盛り上がっていこうかなと思っているので、これ僕の中ですごく楽しみにしているイベントなんですけれども、皆さんよかったらぜひ遊びに来てくださいませ。歌いストカフェ。初めての試みですが、どんな感じになるのか、すごく楽しみです。2月に入ると11日、町田。これはちょっと企画に乗っかってライブをするんですけれども、観覧無料の路上ライブです。場所とか時間とかまだね、僕、詳細もらったいのでわかんないんですけれども、もし日曜日、お休みだから行けるかななんていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ Twitter とかをチェックしていただければという感じです。で、2月の23、これもおすすめのイベントです。2月23、金曜日、橋本。新年会をやります。新年会。新年会です。橋本に HK ラウンジというね、ちょっとこの大きいホールがあるんですけれども、そこのホールを借りて、皆さんでこう、わーっと新年会で盛り上がっていこうかなと思っています。本当にこう、ぜひ、ね、遊びに来てほしい。ぜひ遊びに来てほしい。どのくらい遊びに来てほしいかというと、めちゃくちゃ遊びに来てほしい。多分ね、チャージがね、1500円のワンドリンク付きとかになると思うんですよ。1500円のワンドリンク付き。でも、
飲み物とか食べ物の持ち込みは本当全部自由です。もう自分が食べたいもの、飲みたいものも完璧に持ってきてもらって全然大丈夫。で、僕もですね、皆さんにそのね、振る舞おうと思っていろいろ食べ物、飲み物を持っていこうかなと思ってるんですけども、ちょっとね、ちょっと見せてあげます。一部。僕が皆さんに振る舞おうと思っている酒、いくつか。ババンババン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 。森伊蔵。これナチュラルに、別にその売るとか販売とかではなくて、本当にもう来ていただいた方と一緒に飲もうかなと思っております。森伊蔵。ババンババン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 。村尾。ババンババン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 。魔王。下手したらね、別にもうイベント新年会関係なく、この酒飲みてえから足元行こうって思った方もいると思うんですけども、どのくらいこれがすごいことかというとですね、この魔王、森伊蔵、村尾って、このいわゆるその焼酎の三大焼酎と言われている、もうトップクラスの焼酎なんですよ。で、僕これ完璧いただき物なんでね、その一人で飲むのもちょっと忍びないですし、なんかその新年会とかでね、その皆さんがわーっとなっているときに、なんかみんなでね、一緒にこう楽しい時間を過ごしながら、楽しくお酒を飲めたらなんて思っているので、焼酎好きな方はですね、めっちゃ一緒に、焼酎飲みましょう。すげえ。この辺、なかなか貴重なので。しかもこのもあります。佐藤の黒。ババンババンバンバン。これはね、自分でもなんですけどね、結構いい焼酎っすよ。結構いい焼酎です。で、ババンババンバンバン、ダッサイ。日本酒でございます。その他にもね、ウイスキーとかにもたくさんあったりとかするんですけれども、この辺のお酒を皆さんと一緒にこう楽しんでいこうかなと思っているので、よかったらチェックしてみてくださいませ。で、お酒を飲むだけではなくて、ステージも使えるんで、誰か演奏したい人いらっしゃいましたら、ぜひライブとかもしていただいてね、みんなでセッションとかもして、なんかこう演奏しながらお酒を飲みながらワイ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 とやっていこうかなと思っているので、本当もぜひ来てほしいです。具体的にまだ誰とは言えないんですけれども、YouTube で有名な人とか、この人とか、ギタリストとか、この歌い手の人とか、そういった人もね、今ちょこちょこ声をかけて呼んでいるので、本当に当日来てみたら、ああ、の人いるみたいな感じで、びっくりすること、受け合いになる予定です。ちょっとわかんないけどね。そんな感じで、この23日の新年会をぜひ来てほしいです。ぜひ来てほしいです。で、ちょっと、その翌日になってしまうんですけれども、2月24日の相模原、これまたリコの、カフェ、リコっていうカフェにあるんですけれども、このリコカフェで、リコが最後のオープンマイクイベントをするんですよ。で、僕この日、演奏とかは特にしないんですけれども、キッチンに入ってね、そのご飯作ったりとかしているので、まあ、もしよければ遊びに来ていただければなという感じでございます。結構この日はね、みんながこう、わーっと集まってわちゃわちゃすると思うので、ぜひその空気を楽しみにしていただければなという感じでございます。そんな感じでばばばとお話をさせていただきましたけれども、1月、2月のイベントはとりあえずこんなところって感じです。詳しい話はね、下の概要欄の方にばばばっと書いてありますし、ホームページの方にもね、詳細書いてたりとかするので、よかったらその辺をチェックしていただければなと思います。あと、大変便利なのが Twitter。もし皆様、私の Twitter チェックしてなかったら、ぜひこの際にフォローしてみてくださいませ。TAKIJAWA、滝沢という名前で Twitter やっております。ぜひ検索をしてフォローしてみてください。時間とか場所とかね、そういったものをね、細かくツイートしておりますので、ぜひ。チェックをお願いします。ということでございます。ではでは、僕のおすすめイベントとしては、とりあえずこの辺の巡業。この辺の巡業はですね、マジ超おすすめでございます。本当にもうね、ぜひ遊びに来てほしい。僕らもこんなね、いろんな地域に行くことまずないので、なかなかそんな頻繁に行くことがないんで、もうすごいいろんな人ととにかく会いたいんです。ぜひ、友達とか、ご兄弟とか、ご家族とか、もうお誘い合わせの上、ぜひ遊びに来てほしいです。ぜひ遊びに来てください。で、路上はまあ、都合がつけばいいやって感じなんですけども、そうですね。あと、この歌いそ壁ですね。歌いそ壁。これもぜひ遊びに来てほしいですね。初めての試みなんですけども、どんな感じなのか僕はもうめちゃめちゃ楽しみです。で、その次、2月23日、橋本の新年会。これもとてつもなくおすすめ。絶対おすすめ。絶対楽しい。絶対楽しいって、まあ、僕が楽しいだけかもしれないですけれども、この辺を中心に、ね、チェックしていただいて、もしこれそうなっている場合がありましたら、メモ帳にね、こうバババッて滝沢みたいな感じでやっていただけると嬉しいなという感じでございます。そんな感じで長くなりましたけども、お知らせの動画でございました。2018年2月以降もね、まあ、バババッとイベントが決まってくると思うんですが、またまとまったらね、また動画の中でお知らせをさせていただこうかなと思います。とりあえず、まあ、結構直近の話だったりしますけども、巡業に始まり、2月のイベントもそれぞれ遊びに来ていただけますと幸いでございます。いろんなところに来てくれると嬉しいぜ。そんな感じです。はい。では、終わりかな。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。じゃあね、バハハイ。あははははは。